羽田空港の旅客数が満席だったらしいんですよ。コロナウイルス、まあデルタ株が割と東京でも出回ってるんですけど、で、東京で1日1000人以上の感染者が出てますっていう状態で、で、日本の場合って、あその東京の場合って病院がいっぱいあるので、ある程度その重篤化したとしても結構医療体制が分厚いのでなんとかなるんですけど、で、羽田に行ってた人たちがこれから地方に行くんですよ。 で、地方に行くと、その地方で、そのウイルスをばらまくんですけど、そこのウイルスを受け取った人たちが許容できる病院は地方はなかったりするんですよ。っていうのがあって、多分その、まあ、こっからお盆あたりまでにずっとその地方で感染を広げてって、 で、9月ぐらいにその日本中の病院でやべえやってなると思うんですよね。去年の段階で札幌がやばいってなったと思うんですけど、多分あんな感じのことが日本中で起こるんじゃないかなと思いますけど。あの、こうなるよっていうのって、割とその、その8割おじさんって言われるあの髪の毛2割ぐらいしか残ってないおじさんとかも言ってたりするんですけど、まあウイルスの専門家だったり、感染症の専門家だったりする人が、こうなりますよ、気をつけた方がいいですよっていうのはすでに言ってるんですよ。 でもその日本政府っていうのが、割とそれをまともにあの、まあ受け止めなくて、まあ好きにしたら、旅行したら、みたいなことやってて、まあ去年だとあの、なんか GoTo トラベルやったら、みたいなことをやったりするので、なのでまあ、あの、あんまり <laughs>。 コメントでさ、1割しか残ってないぞっていう否定はさ、どうなのもっとあるよとか、そなんか髪の毛のことを言うのは失礼だろっていう、その突っこみを僕は期待してたんでさ、その、1割しか残ってないぞは、そのまあ反論ではあるんだけどさ、もっと失礼じゃん。 すいません。僕もあの、綺麗なことを言ってるという自覚はあるんですけど、そのアルコールが入ってるせいで面白いと思って言っちゃってるんですよね。ほんとすいません。はい。いや、申し訳ないなと思うんですけど、はい。あの、優秀な先生ですよね。あの、京都大学で働いてらっしゃる。本当にあの、いい方だと思うんですけど、ね、やっぱその、7割おじさん、8割おじさんって言われてる頃から、その髪の毛がだんだん減ってるじゃないですか。だから、あの人ね、多分、最初にメディアに出た時にね、もうちょっと髪の毛あったと思うんですよ。で、その頃はね、7割おじさんって言ってたんですよ。 7割おじさんって言って髪の毛があった頃から、いつの間にか8割おじさんになってて、で髪の毛若干減ってたんですよ。なので、やっぱその本当すいません。すみません。はい。この話題やめます。すいませんでした。すいませんでした。すみませんでした。はい、すいませんでした。いろんなところにすいませんでした。